こんばんは、ファンクでーす。最近ね、仕事が忙しくて、ちょっとね、お休みがちな東京シティクラブですけども、皆さんご冥中です。頑張ってね、行きますので、皆さんこれからもよろしくです。おーい、ファンク。ね、南ね、青山に、とってもね、美味しいお弁当屋さんがあるんだけど、もうそこね、なんとね、中でね、食事することできるのよ。ここのね、お店で食べる料理はすごく美味しいらしいよ。お店で食べれるの？いえ。変わってるね。じゃあ早速行ってみようかしら。唐揚げね、すごく効いてるよ。お弁当屋さんの中で食べれるお店ということだから、こういうなんじゃないかなってね、ファンク絵にしてみました。エニシング、お皿の上にね、こんなね、あのお弁当の中に入ってるようなやつがね、設置してあると思う。マヨネーズのチューブもついてると思う、お前いい加減なこと今言ってるだろ。いや、そんな風に言わないでよ。わかってるよ。じゃあ行ってみてね。よろしくね。オープンね、10分前に着いちゃったのね。だからね、こんな感じなんじゃないかなってね、お店のね、周りを撮ってみました。メニューもね、意外と安い。で、なんか会議弁当とかあるから、周辺で働いてるサラリーマンの人とか、ここで予約してなんかトイレに来たりしてんのかな。でね、中入ってみたのね、すごくおしゃれ。なんか今風の店じゃない。ちょっとね、びっくりしちゃった。外から見るとね、何も言ってませんよ、ファンク。みんな叩かないでね。うさぎのハートだからね、みんな叩かないでください。それでね、今のね、時期限定のね、牡蠣の入っている牡蠣フライとね、唐揚げのね、セットをね、注文することにしました。ちゃんとラビの言う通り、唐揚げ頼んだよ。したらね、お重で出てきた。いや、なんかすごくゴージャス。あのね、でかい牡蠣がね、3つにね、上にね、タルタルソースかかってる。で、唐揚げも3つにね、下がね、キャベツ敷いてあって、あとね、ご飯にね、梅干し、あと、ナポリタンっぽいサラダみたいなのも乗ってるよ。あと、ね、中央にね、おしんことレモンのスライスしてるのね。なんか、お重のおかげでね、豪勢に見える。今日はね、なんかリッチなね、ランチをね、食べてる感じで食事してみたいと思います。っていうか、牡蠣でか。何これ。かなりのね、ボリュームで、ファンクちょっとビビってるよ。でね、中もね、牡蠣がびっちりなのよ。これもね、意外とね、薄くつけてくれててね、だからね、中の牡蠣ね、意外とでかいですよ、これ。それでね、牡蠣をね、食べてみた感想なんだけど、これうま。あのね、牡蠣もね、美味しいんだけど、衣がなんか味付けしてんのかな、なんかやたらうまいよ。それでね、唐揚げ、うまっ。何これ。あのさ、たまにさ、どっかのさ、定食屋さんとかさ、まあ、夕食屋さんでもそうなんだけど、ケンタッキーみたいな味付けしてるさ、唐揚げってさ、あるじゃん。これ、それなのよ。でね、このなんていうの、なんかスパイスとか香辛料いっぱいかかってんだけど、ケンタよりうめえ。いや、ここのお店、あの、調理してる人、パないですよ、俺。それとね、ナポリタンみたいななんかさ、スパサラ、さっき映ってたじゃない。これ食べてみたのね。なんか、やっぱりナポリタンなんだけども、中華風サラダにしてんのよ。これもうまっ。いやー、ここ突き抜けてるな、ファンクちゃん。ここ、いっぺんで好きになっちゃったよ。味噌汁もね、すごく美味しいし。
ワン君ね、ニコニコしてずっと食べてたらね、厨房でね、これを作っているお姉ちゃんとね、あとね、年配の男性がね、こっち見てね、ニコッと笑ってくれたのよ。なんか嬉しかったのかね。でね、食べ終わった後ね、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。っていうよりも、ファンクね、今回はね、ごちそうさまでした。信じられないほど美味しかったですって言ったらね、ありがとうって言ってくれた。いや、ここは、やばいな。ファンク、ちょっとね、要注意だと思いますよ、皆さん。南青山ね、来てね、ランチ時間の時にね、ここにね、寄らないなんてね、もう、ナンセンスや。必ずやってみんな。やばいから。牡蠣もすごく美味しかったんだけども、ここね、ケンタッキーみたいなね、唐揚げがね、特にやばい。いや、どっちかって言ったら、ケンタよりこっちの方が美味しいと思うよ。それではね、ここのね、料理の感想は、ジュビシ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 っとね、ファン君ね、来まくったよ。それじゃあね、ここのね、料理のね、絵を描いてみました。ケンタね、すごくね、大好きで普段言ってんじゃない。サンダースにね、聞かれたらね、お前絵根性一人やんってね、怒鳴り込んできちゃうよ。ごめんなさい。ケンタも美味しい。ごめんなさい。ケンタも美味しいけども、ここのチキンも美味しいけども。ねえ。家来ないで。それでね、前回のね、漬けパスタも美味しかったんですけども、2017年、ここのね、お弁当をね、まあ、イートインで食べるという形で変わってるんだけども、でもね、中の料理、やばいほどうまい。今、最もね、ここは美味しいと思う。今度、ランキングリストの動画でも、ちょっと別途に作ってみようかしら、ちょっと時間かかるかもしれないけど皆さん待っててちょです。現在秋葉原では簡単にコイキングがゲッツできるそうです。それなんでファンクちゃん訪れてみました。あのね、秋葉原のね、クリコアンっていうところでね、なんとね、コイキングのね、たい焼き売ってるのよ。それなんでね、ファクちゃんね、買ってみました。これのね、あんことね、クリームがあるのね、両方とも買ってみたんだけども、あんこさ、なんか海とかでさ、釣りやってて、魚がヒットするじゃない。でね、針ね、深くね、くわえ込んじゃってて、なかなか外れなかった魚がいたとするでしょ。そういうのはやっぱり、ビキって取るじゃない。中身出てきた時みたい。結構グロですよ。いや、ごめん、今ファン君ね、ひどい表現してる。でもね、かなりグロですよ、これ。でもね、味すごく美味しかったよ。あとね、普通のたい焼きよりもね、値段高いんだけども、200円中とかね。でもね、かなりごつい。食べ応え満点ですよ。昨日ね、Facebook にね、女の子からね、お便りをね、いただきました。それをね、これからお読みしたいと思います。東京しげクラブで紹介してた蕎麦屋受けたから行ってきたよ。エミ。あのね、このね、動画はね、グルメ動画なんですけども、受けたから行ったってどういうこと？美味しそうだからさ、行ってみましたとかだったらまだわかるのね。これグルメ動画として死活問題ですよ。いや、どういうこと？これ。いや、ファンが頑張る。パロディじゃないですよ、この動画は。ちゃんとしたね、グルメマスターが紹介するね、グルメ動画なんでね、皆さんそこらへんよろしくです。ファンクさん、上田橋駅なんだか変わったドリンクある？あ、フルチンコ風変わったドリンク、
なんか謎メニューでいいね。じゃあ早速落とし入れてみようかしら。絶対そのドリンク飲んで臭い。東武東上線上板橋駅のね、もうすぐ近くにね、金八というね、立ち飲み屋さんあるのよ。ここすごいよ。店頭にね、おつまみ50円からってあるのよ。何それ。でね、お店にね、入ってみたんだけども、最初にね、あの店主がね、1000円のね、券を買ってくださいっていうのね。1000円の券、何ざましょうっていうんでね、買ってみたんだけども、1枚50円のやつをね、まあ食べたいメニュー頼んで、その券でね、あの支払うというね、変わったシステムを取ってます。最初にね、ファンクちゃんビールを頼んでみました。仕事で疲れた時はビールたまんね。次にね、頼んだのはね、豚のね、レバレア刺しっていうのをね、お願いしたのよ。だいたいね、まあ、あの大きなね、メニューはね、300円でね、注文することができます。で、これね、レバー刺し大丈夫と思ったんだけども、なんか一応ね、変わった調理法でボイルしてるんだって。だからね、あのレバー刺しでもね、出すことできますって言ってた。なんかこの酢みたいなさ、タレがまたうまいわ。ポン酢とはちょっと違うんだよね。でもね、やたらないこれ、お酒に合いますよ、酸味強くて。それにね、やっぱりなんかちゃんと火通ってるね。なんか、なんていうの、生に見えるんだけども、どんな調理法してんだろう。チンってならなかったからね、電子レンジじゃないと思う。ワンクバカじゃないですよ。ちゃんとグルメマスターですよ。それでね、なんか、店内の壁とか見てたらね、うまはいっていうのが書いてあったのね。チンコフが言ってたのってこれかな。じゃ、ちょっとね、ファンク、頼んでみました。いや、なんか牛乳っぽいの入ってんだけど、なんだろうこれ。馬のお乳なのかな。とりあえず飲んでみたのね。深い。深いね、牛乳の味がしてね、やたらこの、なんていうの、焼酎に合うよ。で、お店のね、おじちゃんにね、これ何ですかって言ったらね、豆乳が入ってるらしいのよ。で、ここではなんで、豆乳灰みたいなの、馬入ってるんですかって言ったらね、馬刺しとかも扱ってるんでって言ってたのね。じゃあ馬刺しくださいって言ったらね、ごめんなさい、今ちょっと切らしてますって。じゃあラーメンくださいって言ったらね、ごめんなさい、ラーメン切らしてるって。何があるのじゃあ。おじちゃんの素敵な笑顔かしら。ここのおじさんすごくいい人、いつもニコニコしてるよ。それでね、鶏のね、胸肉刺しもね、酸味の効いてるね、このね、タレがまたうまいわね。さっきのやつとはちょっと違うんだけども、これもなかなかいけますよ。それでね、おつまみ50円とかあったんだけども、柿ピーとかね、小さいパック、でも結構ね、柿ピー食べながらビール飲むのって、いけますね。まずじゃあたまにするよ。それでね、ここね、なんとね、ファンクが大好きなバイスサワーがあります。バイスサワーっていうのはね、梅酢のね、なんて焼酎のこの原液みたいなやつがあるのね。そういう、あるのよ。これすごくね、梅しその味がしてね、たまらないよ。あったらファンクちゃんね、毎回必ず頼んじゃう。それでね、味の感想は、つびし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 だったよ。駅から近いしね、ここら辺にね、住んでしょうね、プラッと寄ってね、まあ、家をね、とぶとぶ帰っていくとかね、すごくいいんじゃないのかな。すごく入りやすいお店なんでね、皆さんもね、機会がありましたら寄ってっちゃうです。それじゃあ、今日はここまで、じゃみーん。つびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら
それぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。